茜ちゃん、茜ちゃん。どうした？前回、素敵なバリゲードがこの拠点に気づかれた。素敵というより、力技以外の何者でもないけどな。かなり発展してきて、私は満足である。これを発展と呼べるのはすごいわ。それでは、裏でたくさん資材を集めていたから、最後の研究を完了させる。4段階目の研究やな。オーペン。鉄製のかまどにバイオラボ、サイレンにサーチライト。かっこよさそうなものはない。基準が違うんですよ。作ってみたら、いい感じのものがあるかもしれないから、拠点を広げて、スペースを確保。いい感じに広がった。これで、いろんな設備が置けるようになったな。それでは、まずは鉄製のかまどを作成。渋くてかっこいい。サビサビや。どうやら鉄インゴットを入れて燃やせるみたい。もしかしたら、鉄より上位のものが作れるのかもしれんな。じゃあ燃やしている間に、別の設備。バイオラブを作成。これが何やろな。どうやら、ここに液体を入れて、これも燃やすみたい。燃料が足りなくなるわ。天空の汲み取り施設の水を試してみたけど、そもそも、海水じゃないとバケツに入らない。なんや、なら海まで行かへんといけんのか。とても面倒。誰だこんなところに拠点を作ったのは。絶対こうなるって分かってたやろ。せっかく頑張って、海水バケツを持ってきたけれど、どうやら入れるのは海水ではないみたい。マジか。どうやら漁った時に見つけた、化学物質を入れるよう。ってことは作れるのは、ガソリンとかの燃料になりそうやな。ちなみに、さっきのかまども終えていて、作成されたのは鋼のインゴット。鋼鉄って呼ばれるやつやな。鉄がたくさん必要だから、かなり重い素材。鋼だけにバイオラボも想像通り、ガソリンが生成されるみたい。なるほど。なら、そろそろ上位の乗り物も作れそうやな。よって次に作るものも決まってる。確かモーターボートとかヘリコプターとかあった。私のキングベッドである。必要？柱時計やソファ、お高級なテーブルにおテレビ、最後に、おしゃれな街灯に電気を送れば、私だけの理想的な空間の完成である。絶対今いらんやろこれ。もうここで食っちゃ寝だけして生きていたい。サバイバルしません？こんな余計なもの作りまくったから、また資材がカツカツなんやけど。それじゃあ減った資材をさらに補填するため、新たな島を目指す。お、そのための最新の防具やな。主張が強いけども。その前にまたしても拠点が攻撃を受けている。広すぎるにあって、だいたいどこも拠点やないか。この鉄砲はなかなか当たらない。確かサブマシンガンやな。私の腕が超一流でも、武器が三流では私の腕がかわいそう。一発で当ててから言ってください。トラップに関しては、意外と機能しているみたい。ほんまや、やられた人の袋が落ちてるわ。それならば、防衛はトラップに任せて、私たちは、本格的に新しい島を冒険しよう。そのために、新しい乗り物を作成。モーターボートや、裏で燃料をたくさん作っているから、もう扱える。きちんとチェストもついとるし、何より、今までの船より速そうでよかったわ。それでは発進。目標は、敵がいそうなところである。アバウト！でも、速度だけでも約20キロも出てるな。今までの倍以上出ている。とってもとっても素晴らしい。あ、なんか人がおるで。どうやらここは、どっかの勢力の前哨基地みたい。だから武装しとる敵が多いんか。それでも、弾薬をたんまり確保した私の敵ではない。先制攻撃！これ、火はボスちゃんの方にあるからな。目撃者がいない攻撃は攻撃ではない。これはただの海のお掃除である。だから敵対しとるんやない？かなり抵抗も激しかったけれど、敵が認識しない距離から、一方的に蹂躙して制圧。ナチュラルに非道なんよ。この島は私のものぞ。でも戦勝基地だけあって、いろんなアイテムが転がってるな。ガソリンも確保できた現状。もう少し資材を集めて、次はヘリコプターを作ろう。エンドコンテンツや。それから海の掃除をしながら一度帰還し、溜まった資材でヘリコプターを作成。とうとう空の移動手段やな。外装はなくて、そのまま体がむき出しになるみたい。これ落ちたら、普通に死んじゃうんやない？ジュニアならばきっと平気。ジュニアすげえ。それじゃあバイオラボで作った燃料を投入して、いざテイクオフ。飛んでる飛んでる。今ジュニアは、新たな翼を手に入れた。ヘリコプターだから羽はないんだけど。かなり操作が難しいけど、モーターボートの倍以上のスピードが出とるでこれ。これならきっと、どんなところまでも行けるだろう。そもそも遭難スタートなんやから、実家に帰るとかすればええんや。面白そうな土地を発見。なんやここは。どうやらここは駐車場って名前みたい。そういえば、立体駐車場があったな。すぐ視認できるだけでも、何人も敵がいる。いきなり光線か。過ごしにくい場所やでこの辺は。どうやら拠点からかなり離れたところまで来ちったみたい。えらい飛んだな。敵は今までで初めて見る。スレイバーズって組織なよ。どうしようもない集団しかおらんなここは。せっかくだから、
ヘリコプターの作成で消耗した分をここで回収しよう。立体駐車場やから上に上に続いとるみたいやな。今までの敵と比べてかなり強敵。薄皮ゾンビが可愛く見えるな。下は敵は全然いなかったけれど、さすがに屋上には敵がいっぱい。すごい撃たれとる。仕方かない。仕方かない。裏で作成していたお手製の手榴弾が活躍するとき。そんなん作ってたんか。だから資材に困るんやで。いい音を奏でるぜ。貴重な資材が。屋上の制圧は完了。これでもう敵はいないだろう。さっきの手榴弾で一気に4人やれてたみたいやな。素晴らしい。こう見ると装備も重厚やし、やっぱこの組織は強いんやろな。駐車場のお宝はすべて回収したから、次のスポットに移動する。相手からしてみたら悪魔の襲来やな。今度はガソリンスタンド、この屋上に着陸させ、とりあえず周辺を確認しよう。今度の敵はウォーヘッツ。こっちも戦ったことない敵やな。下の方に書いてあるから強そう。明るけどもそれ。何にせよ、明るくなってから調査しよう。危ぶ。落ちてもうとるやないか。なんたる巧妙なトラップ。準備をもってしても気づけないとは。ただの転落なんですよ。ただの不注意なんですよ。どうやら敵は、ガソリンスタンドにたくさん集結しているみたい。あんまようわからんけど、そんなおるんか？攻撃したら、蜂の巣をつついたように反撃される。うわ、ものすごい弾幕や。ヘリまで今は戻れないから、なけなしの弾を使ったり、敵から強奪しながら倒すしかない。落ちただけがえらいことになってもうたな。かなり時間がかかったけれど、なんとかこの島を征服。持ってきた回復薬もなくなってもうたわ。幸い、敵のアイテムは貴重なものが多いから収穫は大きい。でもヘリはどうするん？対処法があって、この島の領有を宣言すると、この島で建築ができるようになる。母ちゃん！危なかった。この島で、うっかり第二の人生を送る羽目になるところであった。うっかりが過ぎるんよ。さて、最後に問題が一つある。問題？この探索中も、幾度となく拠点が敵の襲撃にさらされていた。もうアラートがないから、トラップでやられたってことやろうけど、確かに、いつまでも襲撃が来てたらつまらんな。そこで考えたのだけれど、私たちは、ヘリコプターという空中の移動手段を手に入れた。せやな、扱いづらいけども。もはや、我らは地上にこだわらなくてもいいのではないだろうか。はい。そして、合わせて最高の拠点防衛システムも思いついたため、早速作成に移る。あやべ。またやっとるんか。完成いたした。なんやこれ。地上からは決して侵入できず、絶対に襲撃されない、素晴らしい拠点である。もし何らかの作用が働いて、空中まで攻め入られることがあっても、この迷路拠点で完璧に防衛できる。この迷路に侵入した者は、落ちるか迷うかの二択しか残されていない。最強すぎる拠点の完成である。これボスちゃん落ちたら終わりやない？おっと。